南部アフリカにおけるシスカイの一シスカイは南アフリカ共和国にかつて存在したバントゥースタン。現在の東ケープ州東部に位置した。シスカイとは海側のこちら側を意味する。1961年部族の首長たちによる地域評議会が南アフリカ政府主導で発足した。 1972年に自治領に指定され、翌1973年には、シスカイ民族独立党を率いるレノックスセベが第二大首相に就任した。教員出身のセベは、部族の主張の権限を剥奪し、国防軍と警察による弾圧を行った。セベの独裁政治に反発して、クーデターが続発するが、南アフリカ政府の支援を得て鎮圧した。 しかし1990年、外遊中に、国防軍大佐のオウパ・グクオゾが全権を掌握し、軍事評議会を設立し自ら議長に就任した。南アフリカ政府はセベに見切りをつけて、グクオゾを支援し、セベ派の鎮圧を行った。1993年、南アフリカ政府が、ホームランドの廃止と、南ア国籍の回復。 全人種参加の総選挙実施を表明した。グクオゾは、ボプタツアナと同様に、南アフリカ政府の方針に反発し、総選挙に向けた有権者登録作業への協力を拒否した。それに対して、公務員や警察がゼネストを展開、ボプタツアナのマンゴーオペ政権が崩壊する中、1994年3月に、評議会議長を辞職し、 行政権の返還を表明した。ありがとうございます。